外の焼肉コーナーの流し台に、流し台と焼肉台にかけてあるカバーが、もう最初の頃からのカバーだもんね、傷んでしまいました。上から枝が落ちたりするもんで、タキロンが破れちゃったり、穴が開いちゃったりして、カバーの修理をやってます。タキロンも新しく張り替えて、骨組みもちょっと、もうちょっと丈夫に補強したり、腐った木を交換したり、メンテナンスをします。今日は雨降りです。ここはあの焼肉コーナーの台と流し台、雨よけカバーが昨日完成したところです。丸切りの野ざらしなのでね、これで雨が降っても雪が降っても大丈夫だと思います。汚れないと思います。以前もあったんですけど、もう古かったもので、ね、傷んでしまって、今回修理をしました。新たにロープでこう弱えて、風でも飛ばないようにしました。これで台風が来ても、またあの冬になるとね、木枯らしで強い風が吹いても飛ばされることはないと思います。やっぱり屋根がかけてしまうと、流し台屋なんかのためにはいいんでしょうけど、屋外の方がいいですよね。日差しは避ける日はあるもんですから、カバーうまくできました。露天風呂の方もカバーができて、露天風呂はあとはロープで止めるだけになってます。もう栗がすごいですね、落ちて。この巣箱低いところですけど、結構鳥が入っていました。露天風呂もカバーが、修理して完成してます。あとロープでカバーが飛ばないように弱えるだけです。なかなかお風呂は作るのが楽しくて作っただけで、利用回数は少ないですね。ルンルン、雨で困っちゃったね。お外行けなくて困っちゃったね。アラン君、じゃあね。ああ、綺麗だね、アランは。ルンルン、雨で、雨降ってるから今日出れない。ね、うちにいな。雨降ってるからダメ。